讃岐国府跡が2020年国の史跡に指定された坂出市府中町で12月10日讃岐国府祭りが行われ、市内外から訪れた来場者は菅原道真や崇徳上皇ゆかりの地で歴史ロマンに浸っていました。讃岐国府祭り実行委員会が主催するこの行事は2020年2月に発掘調査現地説明会と合わせて始まり、今回で4回目です。讃岐国府跡の史跡範囲から北150メートルの地点にある今年度の発掘調査現場で現地説明会が行われました。香川県埋蔵文化財センターでは12月いっぱい発掘調査を行うとのことです。建物ですとか溝っていうのは、真下を向くか真北をある程度こう意識した、方向に、建物の柱、これまでの調査である程度その讃岐国府の、としてくくっている範囲をくくっている中の様子っていうのはポツポツとは分かってきてるんですけれど、まだわからないことが多いんです。でそれをこう、いろんな地点で発掘調査をすることによって、点の情報を作っていく。でそれがこう線で結べて最終的にこう面として讃岐国府を、捕まえていく。で、讃岐国府の範囲それから内容っていうのをこう把握していくために今調査を進めていっております。昔本当にここにいろんな建物とか、遺跡があった、建物とかいろんな溝とかそういうのがあったんだなと思って実感いたしました。今までもいらっしゃったことあるんですか？何回かこちらで毎年やってると思うんで時間があるときは来てます。厳しいですね。今回坂出市地域おこし協力隊の杉山雄貴さんの協力で平安衣装体験とフォトブースがあり、1時間に6人、30人の定員はほぼ埋まる人気ぶりとなりました。そうですね、初めてね、こういう衣装着たんですけど、本当にすごく綺麗で素敵で、ウキウキしてます。はい。こちらの場所に来られるのは初めてですか？はい、今回初めてで、こういうイベントがないと多分来ることもなかったかなというふうに思ってます。新しい発見ができるいいイベントだなというふうに感じています。地元で採れた野菜や果物の販売、飲食の販売があるプチマルシェもあるなど、讃岐国府ゆかりの地を訪れた皆さんは地域の人たちと触れ合いながら歴史を学び、讃岐国府祭りを楽しんでいました。